何度か対話をさせていただく中で、はい、さっきのお話に通ずる部分かもしれないんですけど、ララランクスでライブしてる時の江口さんって、めっちゃ楽しそうじゃないですか。めっちゃ楽しい。そうですよね。はい。歌わなくていいし。一気に子供みたいな感じになるじゃないですか。いや、もうほんと、うん、もうドラムもね、ターキーってのがいて、うん、まあ、ギターの律夫がいて、久保田圭満がいて、内村がいて、もう内村歌ういいよ。本当にターキーもドラムもいいし、うん、メンバーがすごいいいから、ただね、演奏してて楽しいんですよ。演奏がだから、毎回同じじゃなくてもいいっていうか、動機もなるべく使わないようにしてたんで、まあ、ステファもそうですけど、基本、動機にこう左右されて音源の再現をしなきゃいけないっていう、ショービズではないっていう感覚があったんで、まずは自分たちが楽しいことをお客さんに伝えたい。で、それをまあ、それこそ憧れてくれるならそれはいいし、っていう価値観でやってる感じだったんで、楽しいです。ララランクスは楽しい。それはいつも飲んでた。そう。なんかやっぱね、こう、なんていうんですか、江口さん、さっきの話にぶり返すで申し訳ないんですけど、はい、やっぱり怖いイメージだったり、やっぱりすごい、こう、なんかこう、第一線の厳しい現場を数々乗り越えてきた人っていうイメージがあるから、うん、ララランクスですごい、本当に、鳴ってる音のクオリティは異様に高いけど、ステージに立ってる表情が、なんか初めてコピバン組んだ中学生みたいな顔してるんですよ。それ言われないですか？いやもう、うん。江口さんこんな顔して音楽楽しむ人だったんですね、みたいな。それはステファブから考えたらそうっすよね。うん、なんか、ステファブの時は本当になんか、そのなんかよくわかんないけど、きっちりやんなきゃいけないみたいなことをすごく思ってたんで、そのくせやっぱ頑固だったんですよね。頑固で頭が悪かったんだなって、あの目も頭良くないですけど、めっちゃそこは自分でも感じることが多くて、はい、まあ、ラララークスは本当にいい、今だからできることっていうのをやらせてもらえた、まあ、10年間でしたね。今でも終わってはないんですけど、うん、はい、そうですよね、はい、いや、ラララークスの復活はすごい心待ちにしております。それで言うと今のメンバーでやってるステファブが最高すぎて、ああ、すごいですね。まあ本当にあの誰にでも勝てるって言ったらあれですけど、ちょっと怖いな。ドラムはおさむくん。おさむくんがやって、はい。で、律夫がギター弾いて、野間くんが鍵盤弾いて、はい、UFO っていうのがベース弾いてるんですけど、まあ、最高ですね。最高ですね。でも、最高って。もうこの間もライブやったんですけど、はい、あの、お客さんにビールをおごってもらうっていう。エラ、エラですよね。そう、ビールが飲みたいよって言ったら、お客さんがビールをおごってくれるの。結構割と今その江口さんはもう本当になんか大人のだから出せるクオリティの中で、でもなんかこう遊び心を忘れずにバンドと向き合ってるっていう感じなんですね。バンドの方はそうですね、はい、仕事の方はもうどんどんやっぱり要求されることも増えてきたんで、そこを一生懸命向き合うのみ。今自分も、はい、あのプロジェクトマネージャーで、うん、エンジニアでやってて、うん、そのいやこの間までこう言ってたのに、うん、なんかやっぱりもうちょっとこうしたいとか、なんか、うん、やっぱお客さんが、うん、なんか違った、なんか違うみたいなとかが結構あるんで、うん、今の話聞いててすごい分かるなって。それがもう今30代後半になって、なんか間違いも40代だったわけじゃん。そっからやっぱそれで、あ、当時はだからなんなんとか言って思うこともありましたけど、うん、もう今そんなことよりも早くちゃんと満足して終わってもらうことが大事だなってやっぱ思えるようになったんで、例えばさっき言った通りこうだと思ってましたけどみたいなのがあるじゃないですか。でまあその当時はなるほどっつっていろいろ書いてこうやって出してたわけですよ。今はこうやってやって、なるほど、でもそういえば今日晴れてますよね。で、なんとかなくて、ちなみに今回です、こうなんですけど、そういうの要はあのコミュニケーションの順番みたいなこととか、その相手は何を気にしているのかっていうことをよりこう読み取ることと自分をちゃんと出すことみたいなのがバランスよくできるようになってきた40代なのかな、どうなんだろう、ただ遠慮して言ってくれないだけかなっていう、まあそういう気持ちで。いや、すごい勉強になりました。もう音楽に限らず、限らず社会人としてのノウハウがすごい身につ、まあ、社会性がすごい身についたってことですね。多分だからバンドとかやってると、その会社に入って最初にこう怒られるとか、はい、そのうちの会社はこうだからとかみたいなことを経験してないじゃないですか。だから多分その音楽の中で学ぶことで、やっと多分だから今社会人5年目みたいな感じだと思う、みたいな気持ちですね。ただちょっとあのいろんな仕事したおかげで、ちょっといろんな引き出しはありますけど。てか、オニエがプロジェクトマネージャーって
ていうのを今初めて知った。あ、そうなんですか。マネージャーですね。一応そうなんですよ。お客さんとやり取りする仕事なので、いや、今の話。いやいや、ちょっと、ね、全部一緒ですよ、本当に。同じプロダクトだったとしても、どうやってコミュニケーションして、それをプレゼンしていくかで、相手の印象って変わりますもんね。うん、いや、そうね、うん、そうですね。すごい勉強になりました。いやいやいや。でも、例えばですけど、まあそういったクライアント、例えばアニメ制作会社であったり、レコード会社の意向がある中で、うん、例えばその抱えてるこちら側にいるアーティスト本人がいたりするじゃないですか、うんうん、例えばそことそのクライアント側とのまあ場合によっては間に立ってしまうこともあったりするんですか。まあ、そこまでのことは多分ないですね、うん、ちゃんとそのレコード会社側に人が立ってたりとかするので、うん、あとそことまあマネージメントの意向みたいなのも多分あると思うので、うん、そこの整理がついてからちゃんと落としてくださいっていうのはありますが、うんうん、40も超えると誰よりも年上みたいな現場も増えてきて前の時こんなことありましたけど今回大丈夫ですかみたいなちなみにこれは納期いつって言われましたけど本当はどうなんですかねみたいな、もうちょっと前にやった方が良くないですか、あちなみにこれ PV とかってどうなってますかどんどん先回りできるようなそれは本当最近増えてきました、ね、ちゃんとあの俺はアレンジャーだとか、うん、制作進行はレコーディングにおいてはするけど他は本当は知らないって言ってもいいとは思うんですけど、うん、もうそうでもないなっていうか、うん、さっきも言ったその最後みんながハッピーで終われるために先回りするようなことが大事なんじゃないかなってすごい思えるようになってきた。なんか江口さんの口からは言いづらいかもしれないですけど、ある意味客観的に見たらレコード会社の新人ディレクターみたいな割と20代ぐらいの若い方がある意味江口さんと仕事させてもらうことによって教育されてるみたいな部分もあるかもしれないですね。まあ、スケジュール感はそうかもしれないですね。そのクオリティとかやっぱその彼らとか彼女たちのやっぱセンスっていうのは大事だし、その会社の上の人たちの考えてることもあると思うので、うん、そこを自分がこうなんか介入するのはおかしな話じゃないですか、ね、やっぱ自分はあくまで下請けなんでカンナ削る使って木削るのが仕事なんでアーティストと揉めるじゃないですけど、やっぱり意見のぶつかり合いみたいなのもあったりしますか、アレンジにおいて。10年前はやっぱもう本当ありましたけどね。うーん、自分もやっぱ孤独な人間なんで自分の意見を通すためには周りから責めるみたいなこともするんですけど、まあ最近はもうなんかその本当に最後良ければ全て良しみたいな考え方になってきたんで、ぶつかることはないと思います。あ、そうなんですね。それって江口さんの変化なのか最近のアーティストの変化なのかどっちだと思いますか。自分で最後まで主張ができるなら自分でやればいいっていう世の中になってるじゃないですか。なるほど、自分で全部自分でできる世の中になってるん で、うん、でそれを実際証明してるアーティストもいっぱいいるじゃないですか、ね、うん、でも君は自分で全部できないから人がいるんだよっていうのを分かってくれてないと人がいる意味も多分分かんないですよね。そこを教えるのは僕ではないとは思ってるんで、その本人の理解力だったりとかマネジメントの方針があると思うんで、どこまでその自分がこう稼働するというか駆動できる、自分は歯車だと思ってるんで、こう思ってますけど、まあ、この歯車がないと噛み合わないならもう一個歯車僕持ってくるし、まあ、なんなら歯車なくてもね、オートマチックみたいな、歯離れてもうーっとこう、ね、駆動するなら全然それはそれでいいしみたいな、まあ、余計なことを言わないっていう技をなんかこれ都市伝説みたいな話になっちゃうんですけど、はい、僕がうっすらちょっと業界の方から聞いたのは、江口さんはなんかアーティストのステージから降りる時の姿勢までアドバイスするっていう話を聞いたことがあったんですけど、それって嘘ですか。そういう時もあったかもしれない。ああ、なるほど、はい、そういう、まあ、そういう、まあ、明らかにこれは伝えられるなっていう部分で、さっき言ったそのこの誰かの憧れになるなんとかちゃん、なんとかさん、なんとかくんっていうのが、この音楽を武器にそのステージに立つならそういう方がいいんじゃないっていうふうに思うことはあったかもしれないですね。いきなりこう鼻くそじってながらこうやってなんかすげえかっこいい曲歌われてもなんかってそれのギャップがとかならないじゃないですか。鼻くそをほじらない方がいいと思うんですよね。それはそうですね。いやもうなんか今のお話聞いてるだけですごい勉強になりました。なんか
そう、じゃあこの後スタイルを。いやでも話したいことあるんです、あの言えない言えない、話したいことが。まあ終わった後はちょっと、はい、座談会を。座談会を。アフタートーク。はい、アフタートークもしかしたら iPhone 回すかもしれない。やめてやめて。やっぱ自分が今その40代になって、その、はい、本当にあの20代バンドやら真剣にやりました、うん、30代アレンジャーとしてしっかり戦い、もうバシバシ鍛えてもらいました、うん、40代何するかって考えることが最近すごく多くて、だその30代で初音ミクのライブをやらせてもらったんですよ、うん、で自分は当時ボカロ P というものもあんまり知らなくて、うん、そういうムーブメントが来てるってのも知らなくて、で関わらせてもらって、なんか明らかに違う何かが今一番こう熱を持って動いてるなっていうのを感じさせてもらった後に、そのボカロ P の子たちがデビューしたりとかして、今もう日本人の音楽を席巻してるような状況ができたりとかみたいなこともいろんなことがあって今じゃないですか。だから今やっぱ若い子に言えるのが、これが正解だよとか、なんかこうしとけばいいやみたいなことじゃなくて、やっぱ最終的には新しくできて出てきたものとかを受け入れて楽しめるかとか、うん、でも自分だったらこうするなみたいな、うん、その感覚はちょっと残していきたいなっていう気持ちになってますね、うん、なんかあれが流行ってるからこれやればこうなるっていうのはもうこの20年間で廃れていくのを見てるわけですよ、うん、簡単に言うとこの20年間の経験で、そのいなくなる人、残る人の差っていうのはすごくわかる。で最後残る人の特徴っていうのは、やっぱ自分が好きなこととか熱量を持てることだけは手放さないです、ね、うーん、それはその人それぞれ違うと思うんですけど、何かにこうの方がいいからみたいな、じゃなくて、いや、うーん、僕これが好きだからで最後それでジャッジしていけるようなことをちゃんと握ってった方がいいんじゃないみたいなことを、あのライトに伝えれるおじいさんになりたいな。うーん、なるほど。だってレコーディング機器もさ、なんか普通に数万円で買えるものがもうなんかめっちゃクオリティ高かったりとかするじゃないですか、うん、で自分もそのさっき言ったと宅録でやってたんで、20代前半で宅録でやって、別に CD 作る分には宅録で OK だったんですよ、うん、けど今の仕事をこの30代でいろいろ経験させてもらって気づいたのが、やっぱり そこにいる人のこの匠の技の意味とか機材の意味とかっていうのを感じさせてもらっちゃったの、うん、うわこれ知ってれば20代の時もうちょっとうまくいったかもしれないとかって思うようなことがいっぱいあって、うん、それにやっぱワクワクさせてもらった30代だったんですよ、うん、全然俺レコーディング機材なんて興味もなかったし、うん、だってね宅録でよかったから、うん、けどそれが大人になってね、いろんな人と仕事したら、えマジでこれ同じ音でもこの機材違うだけでこんなに違うの、ジャンルも違うじゃんみたいな、うん、ってこと仕上がりも違うじゃんみたいな、うん、えこの人がやったらこの音がこうなるんだ、でもこの人がやったらこうなるんだとかって、同じ素材であっても全然違う未来とか結果があるんですよ、うん、でそれをいっぱい知って提案できる立場になってるから、うん、人と機材ね、その20代の自分がさ、それ知らなくてさ、今知っちゃったらさ、知っといた方がいいよって言ってさ、教えれる立場にいけねえなって思うことが多いから、うん、そういうのはなんか伝達おじさん、ハブおじさんとして50代をね過ごそうかなみたいな。僕もやっぱりなんか技術の継承みたいなものの大切さっていうのを、うんうん、すごい感じてて、例えば僕らのバンドがいつもお世話になってる、うんうん、いわゆるギターとかベースを、うん、調整してくれるテックさんが、そうテックさん、うん、まあ、工房が池袋に G テックオフィスっていう工房があって、うんうん、でそこはもう、2010年ぐらいからもう、うん、なんていうんですか、エンドース的な感じでもうずっと調整してもらってるんですよ、その方と先日話した時に、うんうん、もうあと5年ぐらいで引退しようと思うって言ってたんですよ、うん、でも、その人の技術力の高さだったり、うんうん、そのギターベースに対する知識っていうのは、うんうん、ちょっと僕の想像を超えて、うん、ものすごく高い水準のものだったんですね、うん、だから初めて持ってった時は会話が成立しなくて、うんうん、何言ってるかこっちも分かんないしなんか、最初は半信半疑な感じではあったんですけど、もうこの10年以上お付き合いさせていただく中で間違いが ないし、
なんかそういう、なんですか、いわゆる一個の道の匠と呼ばれるレベルに達してる人って、うん、ブレがないんですよね、うんうんうん、言ってることに、うんうん、ずっともう出会った時からずっと同じこと言ってるのこの人みたいな、ブレないんですよ。でその人がもうあと もう5年ぐらいで引退しようかなって言った時に、えじゃあ俺のギター誰が調整するのみたいなことであったりとか、うん、あとは、バンドでレコーディングをいつも同じ人にお願いしてるんですよね。でいつも同じ人にお願いしてるからもうお互いに分かり合えてるので、うんうん、であのなんかまあ自分たちの理想のものに仕上げてくれる人、うんうん、もう、まあ、とにかく決定的に僕らの趣味を理解してくれてる人だっていうのが分かってるんでいつもその人にお願いしてるんですけど、うん、その人も僕よりも年上の方だし、うん、いつか引退されてしまうから、うんうん、そしたら誰にお願いするんだろうみたいなことを考えたりするんですよ、うんうん、でそうなった時に本当にそういうこれは絶対に、うんうん、あの知っていた方がいいよねっていう知識であったりノウハウっていうのはどんどん下の世代に受け渡していかなければいけないものだし、逆に下の世代はそれを受け止めた上で選べばいい、そう選んでいったりよりそれを洗練させていったりっていうことをしないといけないんだろうなっていうのをすごい感じるようになりました。なんか自分の好みにならないから違うとか、これが俺の本当に好きなのでツボだからっていうのじゃなだけじゃなくて、提案を受け会話があってそこから違うものが生まれるとかっていうのもあるし、うん、なんかそのやっぱ結局はコミュニケーションだったりとか人間性なんだよみたいなことが大事なんだなって感じる40代ですね、うん、20代の自分に自分が言いたいでもそのぐらいこう自分はあの自分に対して諦めずに、うん、こう球を投げ続けてくれたとか打ち続けてくれた人がいっぱいいるっていうことは最近すごく感じるんで、うん、本当恵まれてるなと思います、うん、違うって言われます違うって違うんかみたいなっていう千本ノックがあってよかったっすね。音楽係だから、はい、思いの丈心の耳の話をしてもらって全然構わないっていう正しいことは一個だけじゃないよ、うん、